野球界における天才というと、イチロー氏の名前を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。7年連続パリーグ首位打者という実績を引っ提げて MLB に挑戦し、メジャー1年目に新人王と MVP を同時受賞。MLB の首位打者2回、盗塁王1回のタイトルのほか、プロ通算4367安打は、前人未到の世界記録となっています。しかし、天才と言われるにふさわしい数々の記録を叩き出してきたものの。僕は天才ではありません。なぜかというと、自分がどうしてヒットを打てるかを説明できるからです。と否定しているイチロー氏。そんなイチロー氏が認める天才選手とは一体誰なのでしょうか。今回は、イチロー氏が認めた3人の天才に焦点を当てていきます。手本にできる生きた教材。イチロー氏が高く評価しているのが、元広島東洋カープの前田智則選手です。イチロー氏曰く、本当の天才は前田さんです。あの人のバッティングにはかなわないと思った。とのこと。1994年の NPB オールスター戦に初出場したイチロー氏は、真っ先に会いたいと、自らセリーグチームのベンチに出向き、前田選手に握手を求めています。あのイチロー氏が、天才と認めるだけでなく、憧れを抱くほどの選手だったことがよくわかるエピソードですね。前田選手は、89年に広島にドラフト4位で入団。広島一筋で24年間プレーし、プロ通算の成績は打率3割2厘、2119安打、295本塁打という素晴らしい成績を残しました。95年に右アキレス腱断裂という大怪我をし、自ら、前田智則は死にましたと選手生命の終焉を宣言。しかし、その後見事に復活を果たしたことでも有名です。また、これだけの実績がありながら主要な打撃タイトルを獲得していない珍しい選手の一人でもあります。元中日ドラゴンズ監督の落合博満氏が、日本球界には二人の天才打者がいるとして、イチロー選手と前田選手を挙げたことも。落合氏は、前田はいかにしてボールを自分のポイントまで呼び込んできて自分の形で打つかという打撃のお手本。プロ野球50年の歴史でずっと理想とされてきたフォーム、みんながお手本にしていい生きた教材と、前田選手について最大級に評価しているのです。巨人やニューヨークヤンキースで活躍した松井秀喜氏も、広角に打てるし、チャンスにも強く、いつも打ちそうな雰囲気が漂っている、日本で一番いいバッターかもしれませんとベタ褒めしています。また、前田選手の入団当時、広島の監督だった山本浩二氏が、技術的には何も教えることがなかった、こういう子を天才と言うんだと思いましたねと語るなど、前田選手は多くの名選手からも高く評価されていたのです。一方で、前田選手は孤高の天才とも呼ばれています。打撃道を極めようとする求道者にも似た姿を見せてきました。それを示すような伝説が数多くあります。あるスポーツジャーナリストが、今までに打った理想の打球は？と前田選手に質問したところ、納得のいく最高の打球はファウルだったと答えたというのです。自分のバッティングさえできれば、打球はファウルラインの外でも構わない。前田選手は野球ではなく、ただひたすら打撃に取り組んでいたのではないかと、そのジャーナリストは解説しました。さらに前田選手は、イチロー選手に内野安打が多いことについて、なんでボテボテのゴロで一塁へ全力疾走できるのか、わしだったらショックで走れんと首をかしげたそうです。理想の打撃を追い求める前田選手の野球哲学がうかがえるエピソードと言えるでしょう。また前田選手は、打撃だけでなく守備や走塁にも目を見張るものがありました。外野手としては強肩と正確な送球が持ち味で、視察数や捕殺数でリーグトップを記録するなど、ゴールデングラブ賞を4回受賞しています。走塁では、盗塁数こそ多くないものの、足の速さと走塁技術でチャンスを広げる選手でした。まさに走攻守三拍子揃った、本当の天才選手だったのが、前田選手なのです。二度と出てこない逸材。二人目として紹介するのは、イチロー氏が、ジョー以外に出てこない、僕の中では、二度と出てこないかもしれない。日本人のキャッチャーは、
と評価している城島健司選手です。城島選手は94年のドラフト1位で福岡ダイエーホークスに入団。11シーズンを過ごした後、2006年から4シーズンは MLB のシアトルマリナーズで、イチロー氏のチームメイトとしてもプレーしました。2010年に NPB に復帰すると、3年間阪神で活躍し、12年に引退。NPB では3度のリーグ優勝、2度の日本シリーズ制覇を果たしています。2009年の第2回 WBC では、日本代表としてイチロー氏らと共に出場し、優勝に貢献しました。キャッチャーとしては、大英時代の2003年に野村克也選手以来となる、史上2人目の捕手での全試合フルイニング出場を達成。打率3割3分、34本塁打、打点119という成績で、パリーグの MVP を獲得しました。同年には、守備でも NPB の捕手における歴代最高記録となる、1175の視察数を記録しています。ホームでのクロスプレーや振り逃げ、キャッチャーフライなど、難しい場面で記録されることが多い捕手の視察。城島選手の高い守備力を証明する実績だと言えるでしょう。まさに日本を代表するスーパーキャッチャーとしての地位を不動のものにしたのです。また、マリナーズ時代の2007年には、守備率9割9分8厘、盗塁阻止率4割6分5厘とリーグ最高の数字を叩き出しており、MLB の中でも非常に優秀な捕手と評価されました。城島選手の打撃についてイチロー氏は、いい時は最高だから、ジョーはどこに投げてもバットに当てられてヒットにされる、ホームランにされる、そういう面白さがある。と極めて高い評価をしています。MLB 初の日本人捕手としてデビューした2006年には、第2打席でいきなり本塁打を放ち、大きなインパクトを残しました。結果として、松井秀喜選手の1年目の16本塁打を上回り、この年は18本塁打を放ちます。2018年に大谷翔平選手に抜かれるまで、日本人選手1年目の最多本塁打記録となっていました。ヒットメーカーとしても、また長打力の魅力もある打者でもあったことがわかりますね。日本が優勝した2009年の WBC では、9試合すべてに出場し、打率3割3分3厘、10安打、1本塁打、4打点と大活躍でした。このような活躍にイチロー氏は、ジョーは数少ない天才の一人だと思う。と、天才の称号を与えています。現在、古巣のソフトバンクホークスでアドバイザーを務める城島氏。ホークスでは、来季から城島氏の大英時代の先輩にあたる、小久保裕紀氏が監督に就任します。野球人としては、先輩が適任だと思うし、優勝してもらいたいと思っている。そのためなら、愚痴ぐらい聞きますよ。4期ぶりの優勝を目指して、城島氏も新監督の強力なバックアップをしてくれることでしょう。世界一の選手。投手で20勝して、サイ・ヤング賞。その翌年に50本打って、本塁打を、MVP を取ってほしいね。それが想像ではなくてできる選手だから。このようにイチロー氏が天才として認めているのが、大谷翔平選手です。大谷選手は、2012年のドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団。そこから投手と打者の二刀流としての道を歩み始めました。14年には11勝、11本塁打と NPB 初の2桁勝利、2桁本塁打を達成。16年には NPB 史上初となる投手と指名打者の両部門でベスト9、さらに MVP にも輝きます。翌年オフにはその活躍が認められ、MLB のロサンゼルス・エンゼルスに移籍。ルーキーシーズンから MLB でも二刀流として活躍し、1年目に見事新人王を獲得しました。そして2021年シーズンには、イチロー選手以来、日本人選手では2人目の MVP に輝いたのです。昨年は、MLB では伝説の存在であるベーブ・ルース選手以来、約104年ぶりに2桁勝利、2桁本塁打を達成しています。今年の WBC では、二刀流として大車輪の活躍。日本代表を優勝に導き、投手と指名打者部門の両方で、オール WBC チームに選出されるとともに、MVP も受賞しました。その後も大谷選手の快進撃はとどまることを知りません。
今季は怪我のため終盤で欠場が続いたにもかかわらず、46本塁打を放ち、日本人初の本塁打王に。イチロー氏の言葉通り、サイ・ヤング賞と本塁打王と MVP のすべてを受賞する可能性がある、唯一の現役選手へと成長を続けています。大谷翔平といえば二刀流、無限の可能性、類稀な才能の持ち主、そんなぼんやりした表現をされることが多かったように思う。比較対象がないこと自体が、誰も経験したことがない境地に挑んでいる凄みであり、その物差しを自ら作らなくてはならない宿命でもある。アスリートとしての時間は限られる。無理はできる間にしかできない。できる限り無理をしながら、翔平にしか描けない時代を築いていってほしい。こうしたイチロー氏の言葉が、大谷選手が前代未聞の大天才であることを何より証明しているのではないでしょうか。今年4月、大谷選手がマリナーズ戦の前のトレーニング中にイチロー氏の存在に気づき、握手と挨拶を交わすと、ツーショット写真が多くの米メディアで紹介されました。MLB 公式の X、旧 Twitter はこの画像とともに、ゲームレコグナイズゲーム、偉大な選手は他の選手の偉大さを理解している、と投稿し、話題を呼んだのです。二人の存在そのものが生きる伝説として、野球の母国アメリカで注目を集める時代が到来していると言えますね。これからも大谷選手の動きから目が離せません。イチロー氏は選手時代、NPB では7年連続の首位打者、MLB では10年連続で打率3割と200安打、7回のリーグ最多安打などの成績を収めました。期待のヒットメーカーとして他の追随を許さない実績を残したのです。2004年には年間262安打というシーズン最多安打も達成。これは今後破られる可能性が極めて低い記録の一つと言われています。世界のイチローが認めた前田選手、城島選手、大谷選手。特に唯一の現役選手、大谷選手については、今後のさらなる活躍にイチロー氏も太鼓判を押しているようです。大谷選手の来シーズン以降の活躍にも大いに期待しましょう。